皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は6月の7日の水曜日で相談がこちら、ついに急落、なぜかということで、これ日経平均の日中足なんですけども、まず午前中にドカンと、そして2時前にドカンと、そして大火警にかけてグッと下げているということなので、まあ、何があったのかっていうのをちょっと振り返り入れていきたいのと、個別銘柄では東京エレクトロンレーザーテックアドバンテストフィーチャー あと日経レバレッジ ETF の出来高含むチャートを見ていただきたいかなという風に思いますまた最後に指数の売買戦略まで見ていきますぜひ最後までお付き合いくださいということでこのチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日の夕方5時で入れていきますなるべく今日の雰囲気を感じ取って明日に繋げていこうそんな番組構成を目指していきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまず日本株振り返りしていきましょう先ほど終わったばかりです、えー、日経平均株価593.04円の のマイナスでで注目していいたただきたいのは値幅なんですよね高いところから安いところまで実に800円近く下落しているということですから、まあ、今年最大の値幅というふうに言われています日中はちょっともう一回見てみましょうか10時のこの下落結構すごいですよねギュアッ と下がってま,すまた、2時前にも1回1分で一気にね、2、300円ぐらいぐんと下がって、で、ポッてまた戻るみたいな形ですかね。でも結局、ここの安値を割れて終えているので、非常にこう、なんか引き味の悪い感じになりましたね。 トピックスも同じような動きになってまして、安値に近いところで引けている。一方、マザーズ、午前中同じようにマイナスに入ったんですけども、プラスで終えているということですから、マザーズの強さは維持されているのかなというふうに思います。 日平均値下がり銘柄数の方がとても多く見ていただいてよくわかるんですがやっぱり中でも半導体の下落がすごく目立つなというふうに思います業種別見ていただいても機械セクター一番の下落率になってまして上がってるのはゴム製品のみというふうになっておりますで一つきっかけになったというふうに言われているのは日銀の 上田総裁の発言内容ですね、まあ。ETF 処分に向けての発言内容でしたので、この辺がなかなか、まあ、どう捉えるべきなのか難しいなというふうに思うんですけども、一個気になったのは、保有 ETF の処分は直になるっていうね、そんな話ですよね。まあ、いわゆる日銀が ETF をたくさん持ってるってことは、見方によってはそれをどう手放すかは、もう爆弾みたいな感じですからね、そこは気をつけて見ていかなければいけないかなというふうに思います。またこちらは日経新聞の記事なんですけども もう昨日の夜ですね23年の世界半導体市場10%減に下方修正ということですから、まあ、この辺も1つ半導体関連株上がっていただけに一時調整が入る売られるそういうきっかけになったのかもしれません売買代金見ていきますトップがレーザーテックですねレーザーテックも5%を超える下落チャートの現状を確認していきたいと思いますまた今日はレバレッジ ETF が非常に売買代金が多いですよね これ、まあ、売買代金、このルール変更からだいぶ少なくなってたんですけどもここまでできるってことはだいぶやっぱ短期資金の動きがあったのかなっていうそんな感覚はあります。そしてアドバンテスト3%以上そして5位に東京エレクトロンってやっぱ半導体関連株がすごく売買代金でも目立っているし値、ね、幅も目立っているっていうそんな感覚がありますよね。 あとは、まあ、トップ10がすべて下落っていうのも今日の相場を考える上ですごく重要なポイントなのかもしれません一方こちらがグロース市場の売買代金なんですがカバーも小幅安ですしヘッドウォータースの上昇は続いていたり M&S 証券も、ね、プラスですし指数、まあ、全体もプラスですのでやっぱり日経平均株価とまた違う日経平均株価とは違った動きをしていたマザーズが好調になってきたっていうのも何かその相場の方向性を変えるきっかけに なってるのかもしれまずちょっと東京エレクトロンからいきましょうかニュースとしましては半導体主力株強弱感対立ということで、まあ、ソックス指数ね昨日上昇して帰ってきた 中でも AM2、アドバンスとマイクロデバイシズ、5.3%高とか、すごく高かったんでね、まあ、この辺は今日ももしかしたら半導体強いんじゃないかっていうふうに思われていましたが、まあ、朝方時点では、これ9時5分のニュースですけども、強弱感対立ですが、実際に終値ベースでは4%を超える下落となったということですね。 で冷やしたと見ていただくと、こんな形になりましたね。で、今までぐーっと上げてきて、で気がつけば5月29日のこの高値、因線からは、なかなか上値を追えなくはなってたんですね。なんで、まあ、徐々に半導体の過熱感みたいなものは出てきていたのかなっていうのを、このチャートからは感じることができました。終値ベースでは、この高値圏に入った1万9000以上の段階から見たときには、今日が一番低いですからね。 一旦は25日線程度への警戒を高めた方がいいかなっていうところと、25日線維持できなければ少し深めの調整も覚悟した方がいいかなというふうに思いますね。続いて、レーザーテック見ていきましょう。こちらでは TSMC の設備投資見通しなど受け、半導体製造装置が難聴というニュースもあります。先ほど世界の半導体市場が下方修正というニュースもありましたが、この TSMC の設備投資見通しっていうのも、また株価を抑える一つの要因になっているようですね。 終わり値ベースで見たときには5.24%の下落となっていますでこちらも5月29日以降で陰線が目立ちまた今日で直近安値をこう割り込んでくるような直近安値でこの辺ですねを割り込んでくるような形 で移動平均線も200日線を超えるまでは非常に強かったんですがまた200日線を超えたり、えー、割り込んだりそして今日は明確に200日線も75日線も割り込んでいるということですから、まあ、25日線の向きとかが変わらなければいいなというふうには思いますけどもちょっとまだ怪しくなってきたぞというところはぜひ押さえておいてくださいこの辺のもみ合い水準の下にいるというところはちょっと重荷ですよねそしてアドバンテスト見ていきましょうこれは見ているニュースは全く同じですからチャートチェックしていきたいと思うんです。 でですすけども3.79%ねでアドバンテストの最近の信用倍率、やっぱりまだ売り長状態なんですね、売り長状態っていうのは信用倍率が1倍以下の状態。 信用改ざん割る売り算で計算しますから信用売り算の方が多いということになり信用売りが多いということは上がった時には損切りさせられる損切りさせられると買い戻しですから株価がさらに上がっていく仮に下がったとしても利益確定をするそれも買い戻しですから結局株価は支えられるまあそんな風になりやすいのがアドバンテストだったんですがそして高根県を維持できていたのも高根あのアドバンテストだったんですけども高根県のもみ合いから少し下に抜けるかもって思わせるような そんなチャートになってきてますよねまあ、実際には PR も結構高くなりましたしね で今拠は減収減益を見込んでいますから、まあ、いずれ調整は入るだろうなっていうふうには思ってましたが、ちょっと材料がいろいろ重なってる部分はあるかもしれません。そして、今まだちょっと触れてない部分があるんですが、これらも絡むところで、まあ、特に日経銀の主力銘柄とかは絡んできますけども、今週末はメジャー S q なんですよね。まあ、そこも絡んだ魔、ま、の水曜日的な動きだったのかもしれないっていうのも押さえておいた方がいいかなと思いました。続いいいいててフィーチャー見ていきたいと思いますこれは 上昇率がすごいことになってますね、68.49%ということで、またこういう株が出ちゃったなという感じです。まあ、少し前に材料込みで上がってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、えー、ドイツのボッシュと資本業務提携、ビッグサプライズにっていう形ですね、そもそもフィーチャーって何の会社ですかっていうところからいきましょうか、まず、先進運転支援システムなど、画像認識ソフトを開発している会社、中国に開発拠点という、まあ、自動運転に関連する銘柄なんですかね。 で売上利益、こんな感じです。なんかまだそんな伸びてないという感じはしますけども、先ほど見たように、ドイツのボッシュと業務資本提携を行うということですね。でドイツのボッシュっていうのが自動車機器大手ですから、まあ、これは大きな一歩だろうということなんでしょうね。ビッグサプライズというのも確かにうなずけるのかもしれません。で、もともとがちっちゃい株でしたからね。 ここまで上がってきて82億円ですからもともとすっごいちっちゃい株がドイツの大手の株と業務資本提携ですからそりゃ見直されるわっていう感じですかねもともと600円ぐらいだった株が2日間ストップ高してで今日は制限値幅が4倍拡大されてもまだストップ高したということですからまあやっぱ小型株には夢があるななんていうふうにね改めて思います。 まあ、なかなか買えないですけどね。そして最後にレバレッジ ETF 見ていきましょう。これは終値ベースでしっかりと株価チャートを見ていただければというふうに思うんですが、まあ、先ほどね、出来高も売買代金も多かったってことは分かってはいるんですけども、いかに多いかっていうところですね、以上確認しておきましょうということですね。まあ、直近では本当に一番多いという状況ですで。信用倍率1倍割れてますから、やっぱりこれも売り長で下がりにくく上がりやすいという状況ですが、まあ、短期資金がこれだけ動いたっていうことで、もちろん信用取引だけではないですから、 やっぱりボラティティが高まってきたっていうところはねちょっと意識しておいた方がいいかなというふうに思いますしまあもしかしたら流れの変化が起こるかもしれないっていうのはねちょっと意識しておいた方がいいかなと思いますで、今日挟んだ動きっていうのはすごく注目だと思いますしまあそもそも今週メジャー SQ を控えてますので 明日も変動がもしかしたら大きくなりやすいし S q 絡みの金曜日の朝終えての、まあ、今週含めての信用倍率の変化っていうのは非常にこう注目なんだろうなというふうに思いまして、まあ、今の時点でこのね出来高売買代金含むチャートを見ているという形になっておりますそれでは指数の売買戦略冷やしのボリンジャーバンドと RSI 使ってみていきますはい、えー、まずは日経金株価ですこれレバレッジ ETF と同じ感じですかねで今日朝配信しました YouTube 毎日チャート分析チャンネルの方、ぜひご覧いただきたいんですけども、まあ、バッチリハマったねと言いたいつもりは全くなくてですね、でこれボリンジャバンド一回外しますね。 で、チャンネルのセンターラインまで来ててで、時期的にも前回調整が入ったタイミングと被るので、そろそろ調整入ってもおかしくはないよねっていう話をしてます。別に自信を持って調整が入ったでしょ、ほらねっていうつもりは全くないんですけども、まあ、そういうところまでは来てたよねっていうところだけは確認しておいてください。で、RSI が70今日割れてます。なので、これは売りサインです。で、まあ、実際、 何か主要な移動平均線まで調整するリスクは当然考えておいた方がいいと思います。トピックス見ていきます。トピックスに関しましても同じです。r s i が70を割れておりますので、ここは注意をして見ておきましょう。r s i 5 0割れなければね、そして主要な移動平均線割れなければいいとは思うんですけども。 やっぱり西雲割れてきましたし、まあ、バンドウォークこの状態でね、もうどんどん続いていくなんてことは、やっぱりなかなか考えにくかったので、まあ、そうなったなという感じです。マザーず見ていきます。マザーずに関しましては、でもこれはまだ強いですかね。やっぱこう、三角持ち合い、そしてバンドのスクイーズからのエクスパンション、そしてバンドウォークの継続っていうのはまだ続いているような印象があります。日経均トピックスとはまた違う動きをずっとしてきましたから、これまた上昇が続くという形で違う動きが続くのか、明日以降もチェックしていきましょう。 ニューヨークダウ昨日の終わりにベースで確認していきます。なんだか上に抜けたんですけども、上の流れが続くっていう雰囲気は今のところないですね。ただバンド幅は横に変わった感じなので、下落に戻んなきゃいいなぁなんていうふうに思っております。s P500 見ていきましょう。こちらは強いですよね。センターラインを越えて、えー、このバンド幅が拡大していって、プラス2シグマもギリギリ超えてるんじゃないですか。まあ、そういう形で強い状態が続いてますが、まあ、日本のこの動きを見る限りはちょっと心配な感じがしますかね。 ナスダッ,ックも陽線が出てますから、これも強いという状況ではありますけども、もしかしたら潮目の変化が何か起こるかもしれないぐらいは考えておいた方がいいと思います。そして昨日、ラッセルが強かったんですね。これは期待したい動きなんですよね。陽線、陰線、陽線で、まあ、この辺の高値を明らかに超えてきているというところですよね。 揉み合い水準明らかに超えてきましたから、まあ、上のこのもみ合い水準に今度差し掛かるということですので、まあ、ちょうど上に抵抗があることもまた事実ではあるんですがやっぱ一段抜けてきたっていうところとボリンジャーバンド的にはプラス2シグマ超えてバンド幅拡大してますからこのままバンドウォークが継続してほしいななんていうふうに思いますけどもね今日の動きもしっかりと見ていきましょうはいということで今日はですね まあ本当にいきなり来ますよね <laughs> まあ仕方がないというふうに思うんですけどもこの日経期の急落も気になりますし半導体の下落幅も大きいというのも気になりますしね一方でめちゃくちゃ上がる株もあったりとかするのでそこは注意をして見ていくしかないかなというふうに思いますそれでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄男と,と分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事をアップしております最新記事はビジョナルになってましてえ来週ですね決算発表を控えておりましてその前にどうしても分析がしたかったという形になっております月額 5 0 0円初月は無料のメンバーシップもしくはこの記事単体を拡散することで割引が入ったりもしますので概要欄の URL をぜひ一度チェックしてみてくださいよろしくお願いしますでは今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析夕方5時目標で交渉していきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら